本当は今日3月5日本当は今日計量日だったんですよ。で明日試合の予定だったんだけど、まあ、ちょっと残念ながらコロナの影響で試合がなくなっちゃったんだよね。そんな中今日は1人目のゲストとしてはい、よろしくですが、デパートがまずマジで本当だと思ってます。本当だったら3月6日明日ですね、一緒に試合に出場する予定でした。まあ、残念ながらなくなってしまって今日、まあ、そういう縁もあって使用することになりました。まあコロナ禍コロナ禍を対してみんなでカレー食いに行こうって言って、でまあまたその中でまあいろいろちょっと話できたらなって思ってます。今日とりあえずあの戸高選手と試合っす、今日は払い選手や軽量のある軽量6000オーバー6000オーバーぐらいですか。6000オーバーの軽量して2人とも失格なんですけどじゃあ今日はよろしくお願いします。ジムの A 級ボクサーでライトフライ級の6位だったと思います。ライフラの6位です、ね。まあ、最初は始めたきっかけって何ですか？始めたきっかけ暇、なんだろう、動物の理系の大学 で、 あで陸上部だったんですけど、陸部就活始めようって時なんか何も自慢できるもんね。資格の欄にプロボクサーライセンスって書いたら面白い、ああ、それがきっかけで、へえ、それが今もうねタイトルマッチやって、この間堀川さんともやって、すごい、あ、塚田選手との試合を僕見てたんですよ、ホールで。実はすごいなと思った。